助かったな。うわぁぁ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 ぁそう、すると勝手に足が踏んでくれるんですよ。自分でこう足でこうやって回してるわけじゃないと思うんですね。こうやって来ないじゃないですか。だけどふっているんで、うん、こいつ、こういうこと滑らせるの。フェアリングの上に乗ってるから乗ってる感じなんですよ。こうやって滑る感じが分かると、この滑る方向をちょっと変えてこんな感じでそこからここだけが滑る。そうそうそう、滑る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 、立ってるだけ。回そうとか思わない、立ってるから。で、滑るすごい意識がね、こっちがね、こっちがね、これ立ってるだけだって、まだ回そうと思ってる、うん、立ってる、本当に立ってる時、本当にただただ立ってる、たまたまねじれて立ってるんです。そこから骨盤だけ滑って回る。そう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 、滑って回ると、あ、そういうことか。ありがとうございます。あ、足もそれは結果的には動きますよ、はい、だけどいきなりこうやって足と一緒に動かないんですよ。ここがちゃんと滑る、こう滑る、骨の上を滑ってくれると、やっぱりこっち先で行きましょうか。こっちの方がいいかな。うん、そうそうそう。はい。逃げ出し。ありがとうございます。影と自陣。ありがとうございます。ジェットコースターね。そうなのじゃん。パッとこう入れ替わる感覚みたいなのが。まだこうゆっくり、ああ、ゆっくりだけなんですよ。ゆっくりが入れ替わってるんです、うん、はい、そうそうそう、今の方向だったらここに変わります。ああ、前に行く。そうそう、ああ、で、忘れたらこっちのまま滑る。ああ、こっちの滑ると、なんだこっちの滑っただけでこうやって動くな。そう、その滑る感じ、足で蹴るんじゃなくて、そうそう、骨盤が滑っちゃう。そうそうそう、骨盤が滑るとついていくんですよ、うん、ついていくんですよ。はい、はい、あの、このね、ここを動かしたがって、骨盤は足に対しても滑るし、なんならこう、このここから上に対しても滑ってください。そうそうそう、骨盤だけ滑ると中身が動かされちゃうんですよ、うん、つまりお腹とか股関節が抜けてないと一緒に来ちゃうんですよ。はい、ずれちゃう、ここはちょっと忘れてずれちゃう。ここ一緒に動いてくれるの、うん、でしょ。こんな相手ブランブランになってるともこんなこうなんかかけようがないじゃないですか、うん、なんでこうふっと忘れてこいつだけずれると、うん、なんかこういう感じになるんじゃないかな、うん、そう、はい、要はここをどうこうしたって技なんてかわかんないんですよ、うんうん、なんだけど忘れて、あ、なんだここは足に対してこの動くよね、動くよね、が出るか出るかなんですよ、うん、はい、あ、そう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 、うん、